中央通り、中央通りは、東京都港区から同中央区を経由し、東台東区に至る道路の通称、東京都道路通称名である。国道15号、国道17号、都道437号などから構成される。港区新橋から北へ、銀座、京橋、神田、秋葉原、上野といった著名な商業地。 繁華街などを通る都心の大動脈で東京都都市計画道路放射28号として指定されている。また途中で経由する日本橋は日本の道路の起点とされており日本国道路原表がある。1986年昭和61年8月10日に明治近代化のシンボル銀座の道として 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つにも選ばれており、中央区の公式通称ではないが、銀座通り口交差点から銀座八丁目交差点にかけては、銀座通りや銀座中央通りの愛称で呼ばれることもある。前線にわたり、東側を昭和通りが並行しており、奇襲点で交差する。奇襲点とも交差点名はなし。 新橋駅北東側の十字路で、終点は上野駅南側の三寺である。1603年、慶長8年、徳川幕府は江戸城の東側海岸地を埋め立てて、江戸の町割りを行い、街道を整備した。この時日本橋が架けられ、翌1604年、慶長9年に、幕府は日本橋を御街道の起点とただして、街道筋に一律化を築いた。 五街道のうち、品川宿へと向かう東海道が、現在の中央通りの日本橋以南、板橋宿へと向かう中線道が日本橋から、須田町交差点の南側までの区間である。千住宿へと向かう日光街道、欧州街道は、現在の室町三丁目南交差点で、中線道から、内藤新宿へと向かう甲州街道は、日本橋交差点で、東海道から分岐していた。 1873年、明治6年、明治政府は日本橋に道路原表を設置して全国各地へ伸びる国道の起点とし、これは現在も日本国道路原表とした標識版に形を変えて日本橋の路面中央部に埋め込まれている。神田川以北は五街道ではなく江戸城から関永寺へと向かう五条道、尾成街道に由来する。五道は 昭平橋と現在の万世橋の間の位置にあった、筋海橋から、下谷広工事、現在の上野広工事を経て、関永寺境内、現在の上野恩師公園の参道に接続していた。おなり街道の名前は、おなり街道か道橋に残っている。また、万世橋の前後は、架橋に伴って整備された道筋である。日本橋周辺は、 江戸の中心として、有名大棚が軒を並べ、魚菓子や青物市場が開かれるなど、江戸の台所として発展。明治以降、中央通りは、百貨店や豚屋が立ち並ぶ通りへと変わり、現在も、東京の金融や商業の中心地として沿道は発展している。1872年、明治5年の銀座大火後、当時東京府知事のゆりきみは、銀座地区の区間。 銀座通りに面する建物の不燃化を目指し、レンガ作りの洋風建築街、銀座レンガ街を完成させた。この時、道路幅を当時のレベルでは画期的な広さである十五軒、約二十七メートルに拡幅改良して、歩道も分離してレンガで敷き詰め、松や桜の街路樹を植えた。百八十二年、明治十五年には新橋から上野までを含む区間で、 日本初の馬車鉄道である東京馬車鉄道が開業した。銀座地区はガス灯が灯るなど西洋化を取り入れた先進的なモダンな通りへと変わってき、繁華街として発展を見せ始める。1967年、昭和42年に通りを走る都電本通線、通称銀座線が廃止され、その翌年頃から中央通りは電線共同口を設置して、 電線の地中化を推進して、電柱をなくし、歩道に三陰石を敷き詰めてデザイン街灯を設置するなど、それまでの中央通りの印象を大きく変貌させていった。さらに、1970年、昭和45年からは、銀座地区が歩行者天国をいち早く実施したりとなった。歩行者天国が実施される休日には、パラソルやテーブルが並び、人々で賑わう道路となっている。 また、その後に中央通りの他の区間でも歩行者天国が実施されている、口日の節、行者天国を参照。なお、日本橋の南側には、中央通りに沿って、日本橋区通、読みは、通り、京橋区との合区語は、中央区日本橋通りの町名があった。現在は、中央区日本橋の一部となっているが、バス停名として、通り三丁目が残っている。 平日24時間交通量第1かつて中央通りのほぼ全線となる銀座地区から上野駅までの間で毎週日曜日と休日に歩行者天国が実施されており東洋一の長さを誇るとも言われていたしかし1999年に基本的にビジネス街であり換算としていた神田地区の歩行者天国が廃止され2001年には上野 岡勝町地区と日本橋、京橋地区が廃止された。秋葉原地区も秋葉原通り魔事件などの影響で2008年から中止されたため、一時は銀座地区のみでの実施となっていた。秋葉原の歩行者天国は2010年1月23日より、半年間の施行期間を経て再開されいる。起点から順に記載。ほぼ中央通りの前線にわたり、 東京メトロ銀座線が地下に付設されており、比較的地面に近いところを通っている。また、かつての都電1系統は中央通りの上を走っていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。